カターを、詩人相馬デーバが、簡略化した伝本、カター、サリットサーガラの、第十二巻を一つの本としたもの。死体に取り付いたベーターラが、トリビクラマセーナ王に聞かせる二十五の不思議な物語からなり、各話の最後に、ベーターラが問答を仕掛け、トリビクラマセーナ王がそれに見事に答えるという、形式を持つ。最後に、王は、芝神に認められ、 ビディアーダラ族の天輪聖王とされた。以下の25話で構成される。サンスクリット語の他に多数の伝本があり、チベット語やモンゴル語の伝本も存在する。近代インドの各言語にも翻訳されている。看護圏では教式古事とも表記される。西洋の文化圏にも影響を与えており、デカメロンなどの説話に類型のものが見られる。すげえられた首の物語が、 ゲーテのパリやトーマスマンのすげかえられた首といった作品の題材としても取られているほか、小泉役もも本書を紹介している。ありがとうございます。